回見たいのでもう一回いきます。こんばんは。あんま変わんなかったですね。はいはい、レイズサクソフォンカルテットです。はい、はじめまして。はい、ちょっとこんな格好をしてクリスマスソング1曲お送りいたしました。じゃあメンバー紹介をしたいと思います。赤サンタ、あ、違う、アルトサックス赤サンタはい、バリトンサックス黒サンタはい、今日はちょっとセクシーに決めています。はい、じゃあトナカイ、ソプラノサックストナカイはい、で、テナーサックスがリアルに体型がボンボンボンの雪だるまです。よろしくお願いします。はい、じゃあ次にお送りする曲はアトムハーツクラブカルテットの第一楽章をお送りしたいと思います。Thank you.
だんだんちょっとこっちのステージ出演者側は暑くなってきたんですけど、皆さん寒くないですか？はい、今300円でチンアウス特製のシチューが売っているので、よかったら食べてください。はい、美味しいみたいです。はい、オリジナルのカクテルもあるそうです。600円で、私たちもまだ飲んでないんですけど、これから飲みますよね。はい。はい。はい、じゃあこの次の曲いきたいと思うんですけど、次の曲はそうだ、京都栄光でもおなじみのサウンドオブミュージックのから、マイフェイバリットシングス私のお気に入りを演奏したいと思います。はい、じゃあ準備が整ったようなのでお聴きください。
ありがとうございます。はい、ここまで赤サンタ、黒サンタ、トナカイと雪だるまでお送りしてきたんですけど、クリスマス何か足りないものがあると思いませんか？なんかこの流れであともう一つ何か入れるとしたら何だと皆さん思いますか？そう、クリスマスツリーが足りないですよね。はい、クリスマスツリーがちょっと足りないので、ちょっとクリスマスツリーをここで呼んでみたいと思います。クリスマスツリー、出崎優。はい、クリスマスツリーが登場してくれました。はい、じゃあここで皆さんツリーの点灯式をやってみたいと思うんですけど、私がカウントするのでみんなで一緒にカウントしてもらっていいですか？いきます。5、4、3、2、1、メリークリスマス。はい、ここで全てのクリスマスのメンバーが揃いました。今から5人で最後の曲、スペインという曲を演奏したいと思います。で、この曲なんですけど、途中で赤サンタがとっても素敵なソロ吹きます。はい、で、これをコール&レスポンスをみんなでちょっとやりたいと思います。はい、赤サンタが吹いたフレーズ、音楽をそのまま皆さんが歌っていただくところがあるので、多分誰かしら歌い始めると思うので、それに乗ってみんなで歌っていきましょう。はい、じゃあ最後の曲、スペインお聴きください。